6時だよナジャグランディーバのレッツゴーフライデー、えー、皆さんこんばんはナジャグランディーバでございますえー、本日は皆さんはどんな場所どんな格好どんなスタイルでこのラジオを聴いていらっしゃるんでしょうかえい、ー、ろんな方が聴いておられると思いますけれどもえー、リアルタイムで聴いている方も YouTube でえー、後から 聴く方も聴いてくださる方も、えー、楽しんでいただけるような放送に本日もしていこうかなと心に決めて、えー、こちら MBS ラジオのスタジオに入りました、えー、私ラジオでございます。えー、で今日はね、 ここの,あのいわゆるスタジオに入る前のいわゆるみんながミーティングをするような打ち合わせをするようなテーブルがあってそこにケータリングが並んでるんですけれど今日はあの久しぶりにあの本当にずっと食べたいなと思ってたものがありましてねえ駅弁ですよ。これ多分あの阪神 デパートでやってる駅弁フェアの駅弁で、えー、スタッフの子がね寺坂ちゃんが、えー、4つお弁当をチョイスして買ってきてくれたんですけれどもその中で私がずっと食べたいなと思ってたものがありましたよ。それをバッチリ私は食べることができましたので、えー、今日はもう大満足。 なのでもう本当にに仕事やる気気が一ななくなりましたもう,もう食べたからもうええわっていう感じになってしまってるわけですけども、えー、ただこのね年に1回やってんのかなこのお弁当フェアっていうのはでその時にえお弁当4つあってんで出演者でアナウンサーの方と「ーせーの」でこう指をさしてかぶった人はじゃんけんするっていうスタイルでやったわけですけども。 私は誰も多分気を使ってくれたんでしょうね誰も私のイカメシには指を刺さず私だけが刺すっていうね本当に優しいスタッフに囲まれてやらさせていただいてもらってます、えー、そんな中でも一番優しい二人がこの二人でございますねお願いしますどうもチキチキ上任石原と岩見ですよろしくお願いしますごめんね気使わして全然使ってないです,すんでなんか。 私がずっと昔からこのいかめしいかめしって言ってたのをそれは私たちはもう忘れてて全然覚えてなくてでも寺坂さんがずっと言ってはった気がするから毎回いかめしないねんなって言ってた気がするんですっていうのを奈やさんが一番遅かったじゃないですか来たんかずっと喋っててあとのラインナップが熊本県の栗飯飯ね栗のごはメントで 富山の弁当で山形県の牛肉ど真ん中っていう米沢牛で言っててその四つでしたねでいかめしやったんですよ北海道のねでこれナジャさんにやっぱ肉ちゃいますってなっててそうなんうちらはねはいいかめしのイメージがあんまりなかったからうちらはすっかり忘れててただ寺坂さんがいや毎回毎回ね 闇っぽくいかめしないねって <laughs> <laughs> <は>いやからイっ,、ね、っぽく言うてたと思うわだっておっしゃってたんですよだからと思って、うんうん、もしかしてどこで今年は入れたんです<ー>今回ははい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 いやでも毎回言うてたもんだってほんまにあの食べたかったからずっと食べたいなと思ってるまま、うん、でも食べずに来てたからね。 でもこのラインナップを見てやっぱ牛肉とか栗めしとかぶりかま見たらこれで思ったよりいかめしちゃんはちょっと他の弁当に比べて小さいサイズちっちゃかったちっちゃかったねでしょピノの箱ぐらいあったもんそうそうそうほんまにそのぐらいあとはもう普通のお弁当お弁当ですっていうお弁当です大きさけどだからこれ何やさんそんなんたぶん忘れてはっていかめしのことずっと言ってあったら忘れてはってこれちゃうのん刺すんちゃいます多分米沢牛かなと思ってました あの、もう一瞬迷ったけど。あ,迷いあ、何とも言えました。いや、だから、ど真ん中。ど真ん中。迷ったけど。やっぱり、試しやったね。もう一瞬迷ったっていうか。うん、って考えたけど、うん、ほとんどもう即決、もう決まったって、すぐ言うたんや、<う>私。もう決まります。いや、早と思って。うん。う早かでも、いや、そちらはちょっと、ね、だから、優しいないですよ。岩見さん、はだって、米沢牛かもって思いながら。

ガーだけ押し通そうとしたんガーだけ悪ドラウトってそんなもんでしょでも駅弁ドラウトやからそれはいいんですよただ結果ガーだけ押し通したのはもう私っていう結果でほんで柏木アナウンサーがねじゃあ僕も「今いいんですか?」 石原とかぶったんですかとかぶったんですれでもじゃんけんですかねいい飯のナイジさんと牛肉丼の中の岩いはもう決まって1位獲得うわ私もなんかあどうしようって一を思ってあっ栗飯と迷ったんで私栗飯でもいいですかって言おうかなと思ったんですけどどうしても言えなかったんですよ食べたくてでもさそれはそこのあとはもうじゃんけんやからはい もうそれはええん違うのそれなんかそんなに我を押し通したかないけど食べたいの刺してで別にその事前にさ「そう柏木さん何かな?」みたいなのが何とももう分かれへんわけやんか、うん。早かったしね柏木さんのセーが岩見さんの場合は私米沢牛ちゃうかなって思いながら刺すのと。 ちょっと違う。いや、ちょっと、でもね、己の欲望に忠実にいった。で、二本じゃ三人とも一緒ちゃいます。岩見さんが説明ちょっとしてたんですよ。<うん S 1> これ米沢。<うん S 1> あ,あ、車でね。<うん S 1> 車で。ね、まあ、<うん S 2> あ,あの。柏木さんも聞いてはったや。もう柏木さんだらけ。これ。富山のブリカマ。って言った時に。柏木さん、も表情変わら。 あ、見てたし、<私>それ見せて。あ、そうなのなんか、富山といえば、ブリやなみたいな言う。ね。こと言うてはったのは、ちょっと聞こえたな。あ、やっぱし、やっぱなんか、食通やん、絶対。柏木さんって。取られるかも。嫌だって思ってしまう。<laughs> <laughs> <laughs> 芦屋 <laughs> さん来るまでは「<laughs> あこいつらは石見と南条さんは大丈夫なかって言ったらブリカマの良さをこいつら気づいてないてな,いと, <laughs> なんと思ってこれどこのやろう富山かで言うなって思って私はもう富山って知ってたからうもうやっぱ富山のブリカマっていうだけでパンと羽が上がんのやっぱりそんな富山ってブリなんや トヤマブリ有名ですね。有名で、それの釜って言ったらなんかちょっとついてない。カマっていうと美味しいもんな。もうだって加木さん早ハから僕はもう一択ですね。それだけです。すぐ決めたと。もうブリに嫌い。もうあれ、思ってたのに刺したやろ。それはだから。まあでもあの栗弁当、栗。

でしょ、手をつける前にいや、でもなんかな,ないや、まあそうっすね、それは逆に、うん、逆に、そうや失礼かなもう勝負やから、うん、そうやなそこはそこは、あそこはねドラフトなんかこれなんかわからんけどさこのチラシがあるいつもチラシ持ってあ一緒に置いてあるやんか、はい 楽しかったですよ<や>でもこれこれささっき密集会てどれにしますかとかっていうのうちでも俺時間的に丸く収まる気せん時間的,に無,理やん時間的に無理ですやんうちらの入る時間と<や>これ20このフェアは24日から30日までなんですよああ そ LINE とかでってことですかってことはでもこのチラシ自体は果たしていつから出回ってるのかっていうとこやと思うこれが先週のもう先週のうちに出回ってんねやったらこれを先週置いといてくれたらもう印つけてこれ第1希望第2とかぐらいまで売り切れもあるやろから <laughs> あそうそうほんでなんかね<あ>雪のあれでこのカウン弁当もあるんですよあ<ー>っれそれはあるかも そうでもめちゃめちゃそのチョイスも楽しないですか私だってあのお前ブリカマ気付かんかったかもしれないですもんこの中やったらバッと見てこれいっぱいありすぎてあれに出会えただってこれを見て選べって言われてもやっぱいかめしを頼んでたんでしょいや私は多分いかめし行ってたと思うわでしょほんならもうやっぱいやややけどえですいやいやそうやねんけどあとどれが食べたいですか 結構あるなこれも見てたら食べたい美味しそうなやつがいろいろあるからこれやっぱ北海道のやつこれはでもなんかな結構駅弁フェアって年に1回どころか結構やってないやってるんちゃいます多分あちょっとねなんか MBS の下でやってた時もありませんでした駅弁いっぱい来てあれもめっちゃ楽しかったですまたあれ MBS さんやってほしい、まあ、他の百貨店でも多分ね年に何回か このフェアは多分めっちゃ有名あの人気ですしねいや願いかな次どれにしますか、ね、ってょだからどうせ悩むやろって思ってでもこれ悩んで第一希望第二、第三まで言いたいわほんで第一希望はね売り切れやったんですみたいなそうかみたいなハハみたいなのやってやりたいですだって実演販売もやってるやんかそうなんですよなんとてくり、ね、飯実演やった、ね、そえー、実演やったん、はい 実演っってててどういういここととよ、その出来立てってことを多分その場で作ってくれたのを売ってくれてるって,っていやでもな売り飯だってもう予定数が決まってますもんねやっぱそうやな私栗ご飯めっちゃ好きやからこれめっちゃないんだよないやこんな,なんか実演かかん広島のかきフライあこれ参考で540円ってことでおかずだけってことやな。うんうん そこはちょっとちゃうなこれうまいお弁当じゃない前も祭りって言ってそうそそっちが実演ですわごめんなさい実演やな弁当も実演やお弁当当到着時間があるは到着やわ到着時間を教えてくれでも実演のお弁当もあるよ来てはっていやじゃこ天の実演もあるやんえっ崎陽軒も実演ですかこれ実演って書いてますわ実演って書いてる 崎陽軒さんとてはんねやでもこれなんかバーッと見てるけどやっぱりやっぱなもよかったっす、ね、なんすねかいかめしかも1位私の食べてへんから分からへんのもあるけどほん <laughs> <laughs> で今日食べましたやん念願のいかめしうんあれあのー、もうすぐ私はコツを習得したね食べ方のコツを習得うんそのまま丸かじぶりはいいねんけど、はい、かぶりつくねんけど んんならご飯が入ってるやんか、はい、でかぶりついた断面にそのいわゆる箱のとこにまだ残ってるあのいわゆるタレをもっとビチャって塗って食べるっていうのをすぐ編み出した<才>そうした方が絶対おいしいだからあのいわゆるフランス料理とか行って。 そパスタのイタリアのパスタの後のソースをパンでこうするやんあれのようにもう食べかぶったとこですくい取って食べるっていうイカ飯でっていうのが一番正解の食べ方やと思うさすが先生黙って食べてはりましたもんね黙々と食べてね美味しかったんでしょうねもともとあのイカ焼き自体も好きやねそ,のそうなんですね

だから来てスタッフさんが来て他の道から来ててその場でいろいろ作ってくれたハのを変えるっていうタレをこうあとのあとで運ばれじゃなくてそこにあなるほどそうそでちゃんと出張で来てくれたんですよねだから社員さんが来てんねんなだからその場でそういうことかだから焼いてるところとかなんか作ってるところも見れてそのまま買える運が良かった食べあの焼きた出来立てみたいなも買えるんちゃいますいやこれでもなんか大きさもちょうど良かったわ。 い,いかないですかいすやこれ2匹でええと膨らんでかって言ってやっぱボ中にお米が入ってるやんち,ちょっともち米あれが後から膨れてくんねいいでそれをちゃんと考慮してくれてのちょうど2匹分なんやと思うもちの膨らみもち米のもちもうなんかパンパンにな,、ね、なってきたもん胃が。 いますか。なんか眠たそうな、眠たそうなしてますもんね。この大きさのイカを揃えれますね。このこのこれ切ってるんちゃ。ういやいやいやこれだってほらもう丸まっていてどうやったらこの大きさのイカばかり。ちょっとちっぶりやでイカにしたら。でそうだからどうしてんやろうと思って。何イカなんかな。 お前何イカなんやイカ飯用のイカっておるんですかねおるんかなスルメイカとかそいろいろおるでもこのスルメイカスルメイカってイカの名前スルメイカ、モンゴイカとかそんなんちゃいました図鑑見たらスルメイカっていうのもあるの多分あけませんいますよね、スルまあ家庭に家庭に人間がつけたんやろうけどスルメになる前でモンゴイカとかコウイカとかケンイカケンイカとかヤリイカヤリイカ、ホタルイカ 急にちっちゃな。ホタルイカ、けてホタルイカやってホタルイカ、でもなホタルイカもめっちゃ美味しいと思うで。美味しい。この飯飯入れても。ホタルイカ飯にしていっぱい並んでてほしいここにひよこまんじゅうみたいに蓋開けたらひよこがいっぱいおるみたいに。いいかがホタルイカがいいホタルイカがばあと並んでてそこのホタルイカの大きさの方がご飯にタレ染み込みやすいと思う。ジュって。

だからあれついてましたよ。八百八。あ、お,おまけついてましたよ、うん、お,まおまけついてたけど。お菓子、お、お菓子ですか、ね。牛肉ど真ん中です。は千三百五十円だから、ね。やっぱり。米沢牛ですからね。まあ、それな。千三百。ぶりかまなんぼやったの。どれが一番高ったのぶりかまなんぼや。ぶりかまなんぼですか。これどこにあるんだよ。ぶりかま。いや、私ね、今まで食べたぶりの中で一番美味しいと思ってんま。

もう隠すように食べてしまってすいませんほんまにこれ食べないやっぱどうやろ栗飯弁当が1200円うんまあでもそんなもんやろな多分そでそのブリカマはやっぱ飛び抜けてんのかなブリカマ乗ってなるね富山県のブリカマ弁当特別変ちゃうそう結構あれじゃあブリカマおらんわおらんことないやろどっかにはいやんぼやってんやろ高いんちゃう うんなんかブリカワが一番値段いってそうな気もするな。でもこの穴子飯は2430円ありま上野の。うわ。そうブリカワ飯ありましたよ。一あ一番上や1350円。一番やった？はいあのあめっちゃ裏でしたこの裏って裏表紙ってからああこっち。ああった。ああほんまや1350円。源って。 ブリカマメスこれ骨ないねだって肉厚で脂の乗ったブリカマを一晩じっくりと骨まで柔らかく煮込みました、ね、骨まで食べたい骨ないん,ろなんじゃなくて

<laughs> だから、総理補聴はゆっくり来たでしょう、基本う。ちょっと、なんか悲しそうやったもん。<laughs> <laughs> 本当にありがとうございます。<laughs> 今日いっぱいさ、喋り、喋らなく。一回目して、喋れてよかった。いい ね、今日はもう感謝の一日にしよう、ねね。もう私たちはもう今、う今日はナジャさんにはもう感謝の本当に言葉そう,う,そう。ありがとうございます。あ私？はい、あのもう言ったらプロデュースやっていただいて、綺麗なドレスと当たり前のことを恥もろただけです。かっこうこうや、どう、ね、しよしゃべますか。もう恥<ゃ>が感じすぎました。ありがとうございます。ありがとマトでございます。<laughs> ありがとうマトこのスタンプよう見つけたなこれやでだって反省スエちょっと教えてもらったもんねあのはいエさんエシャラあエシさんに送りいっぱい送ってあ送ったんですねありがとうこのいイミング確かに人やわトマトも人なんですねカブリもありがとうありがとうも取って言わなかった時にもすぐいありがとうも取って送ってくれたからもうそれ全部それをもうすぐ宮本さんに送りましたこれですこれです言ってオッケーオッケーであってみんなオッが ね、みんながマリオネットやなもうなんかな振り回されてるね <laughs> スタッフにさあこの番組では皆さんからのメールを募集していますよメールアドレスは NAJA‐MBS1179.com です。 naja.mbs1179.com t ですよメールを紹介させていただいた方には、えー、私の自筆の似顔絵がデザインされた番組特製のハンケチと YouTube チャンネルの QR コード付き番組コースターをプレゼントします Twitter のアカウントは a t m a r k n a d j a 1 1 7 9ですフォローをよろしくお願いいたします番組に関するツイートは ハッシュタグ、レッツゴーナジャをつけてつぶやいてくださいね。そして YouTube チャンネル、ナジャグランディーバのレッツゴーチャンネルもございます。現在の登録者数は23,680人ということで、<ー>えー、310人増えました。ありがとうございます。そして大事なお知らせ、えー、今日、今日の反省室は、 生配信で行いますので、おおえー、ぜひ皆さんチャンネル登録をしてお待ちくださいね。毎週水曜更新の番組の TikTok もありますので、そちらもチェックしてくださいということでございますよ。はい、メッセージが来てるんですか？来ています。こちらラジオでも父タレギミコさんからいただいてます。はい、水田氏の方です。なな、うん、さんチキチキのお二人こんばんは。はい、先週の、うん、えー、これ正しいやつがインコインコの 旦那、ねうん、さんはインコ,インコ、はい、のアクセント家事をしながら吹き出してしまい主人に「気持ち悪っ!」って言われてしまいま笑ってたのを吹き出したのを旦那さんに「気持ち悪、ねうん、インコがちょっ!」と面白すぎたでしょうねそんな面白かって言われてこの間あこれ他局の多分、ね、番組なんですけどが、うん、私岩見が田中,田中邦衛<ー>さんのことをね、うん、田中邦衛さんやと思ってたんですよ。<laughs> あ、まあ漢字で書くとそうの A やからね。主演さんの A をね。ずっと国 A さんやと思って発音がおかしいみたいな話になって。え、今はもうちゃんと分かってどっちらだ田中国 A。おかしいです。えっと田中国 A。ええじゃアクセントってこと。はいアクセントです。ずっと田中国 A。新しい。田中国 A。正解なにしらさ田中国 A。 田中国衛え？田中国衛田中国衛ちゃん？いや田中克衛田中角栄、田中国衛いや田中国衛とは言えへんね田中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 国衛ちゃ？田中国衛。のはそおかしくないですか？それだってあのマネージャーの田中さんの田中ですあ田中さん。マネージャー田中さんえ田中さん。

ここれれもも話話一回しししてるかかかんいアナウンサー来た人に聞いてる可能性があるやんいやでもインコはこの前違うの田中邦衛は初めて初めてです私もほんまに今まで気づいてインコは初です先週からやから大丈夫ですナゴ、目薬コウノトリらへんは申う下さっそうそうコウノトリなそうしてるからはい

ほんまに初期はアシックスもジャうんだねえアシックスもだってあれ日本の会社でしょそう岡山にでもエイシェイクスえエイシェイクスって外国人の人いやそれだっなくてアシェイクス日本の会社でしょ英語ペラペラの人が言ってたエイシェイクスオーストラリアの方じゃないですか違う違う英語英語英語ペラあのアメリカアメリカの方ですかアメリカペラペラの人アメリカの英語

ちょっと気つけなよ。なんかよくわからんから気つけ。違うよ。コストコは糖がなくなんねんて。コストコ。コストコ。あ、それ本末っぽ。っていうねんて。それはコストコ。昨日教えてもらってん。アメリカのペラペラに。ライフはないもん。アメリカに教えてもらって。ライフ。ライフ？ライフはライフじゃ。スーパーのライフはないもん。あないかあっちの世界じゃないからさ。いろいろ。

待って待ってアイケアやからアイケアで言うと外国英語でもインコなんですかいや違うと思うなあの種類のことバードじゃないくてなんて呼びはんのやろだってインコカタカナやから外国語やいやいやそんなことないわだからアインコで言うとヒでインコって書いてるの見たことありますインコと見間違えるからインコはいほんまに絶対カタカナインコだ英語は別でなんかあると思うの

まあ、なかなかのハイブランドっていうか、ブランドやで。ライキ。だから、逆に。知らんことないでしょう。知ってはります。よそのポットでの、なんか、ミーハー、なんか、今、最近出たでみたら、ブランドは。ランバードしか知らなさそう。ランバードって、何ですか。ランバードって、やってやん。え、水野じゃないですか。え、水野、水野、水野だよね。なんか、こんなマーク。こういうマーク、なんか、どう、そこういう感じの。なんか、それ専門ぽい。日曜ブラ柏木さん。

あ、最近マッチングアプリで出会った男性と数回デートをしているのですが、うんうん、今度初めてドライブデートをすることになりました。はい、そこで運転する側が思う助手席、えー、助手席の人にされたら嬉しいこと、イラッとすることがあれば教えていただきたいです。あと皆さんのお大事なこれモテテクがあればぜひ教えていただきたいです。うん、よろしくお願いします。す女性の方ですね。<laughs> ないですいやもう、そうしましょう、ね、ないない何 <laughs> にもない,ない,ない新しいギャグできました、ね、何のアドバイスもないないス,スタンプ作りましょう何 <laughs> にもないそんなアドバイスない,ない でもまあ普通におしゃべりね楽しめばいいそうね、あのー、あるわけないやんないけやああ<ー> <laughs> <laughs> いやイケいけやでて感やいやいけいけやいけやいけいややただ私は分からんで <laughs>、はい、私めっちゃ助手席でされて助手席すること多いでしょあのーはい、そうほんでそれは別に夫婦おかんとおとんが助手席でいつもよう喧嘩してたのは、はい、おとんが運転してんやんけどおかんが 赤やで、ね、信号とか分かってんのに言うっていうのが一番なんかイライラするっぽいからそれはもう運転手に任せればいいんじゃないあれなんてか10席乗った 人が絶対言うてまうんいや私言わないですよ石原さんだけだっていやこれ岩見さんも石原さん言います岩見さん自分は言ってないって言うんですけどだからもう記憶がない私はあの記憶記憶ないみんな内イ内ナをうまく使おうとして考えてト遠くに力入れようちゃんと何も覚えてない内やどっちやろナ内キかイケやかね判別するのめっちゃムズいどっち来るや来るやろって でも確かにそ,かそれは気ぃつけたらそうですよね。うん、それだけでんあとはもう別れへんはもうそんなデートもしたくないし。でもあとおならとかジャブとかせんがあったら違う。緊張すると余計に、ね。車もさ。はい。 おならしてへんのにめっちゃ臭くなるときない車乗っててあ,あれ何？エアコンのあれエアコンなんかなんか下水やなーって言っていつもなんかごまかすねんけど <laughs> あれ何の匂いが入ってる？れこれ本間に一緒に乗ってる人におもに知らんあんまり仲良くない時とかあるやんか。はい <laughs> めっちゃ気まずいね、おならしたと思われてそうな気でも、みんな思ってると思いますよ、自分あれ、エアコンのあれなのエアコンのがたまにあるのあるし外気をちょっと取り入れたら、うん、ほんまに外が下水い臭い時とかもう気づいたんですよ、ほんまに自分じゃない時って、うん、いや自分って思われたくないって全員が思ってるだけやから気にせんでいい、うん、言わんでいいの、ね、言い出しっぺっていうもんな私、ちょっとあの経験上、データ上あれ もしおならほんまにこういった人がおって、うん、その臭いのがあったらあれ言い出すやつが犯人です <laughs> いやそれ昔から言われてるやん,ん、はい、言い出すやんそんなんも小学生の頃から知っとったこんな

でも知ってました。そのデータでも間違いないでえってことは、その岩見さんは自分がもしおならしてたらなんか下水ですかねとか言ってまうんですう誰かおならしてない <laughs> え、ひど、マジで自分がしてるくせに人のせいにすんねんな <laughs> っう言うてまいました、もう無意識になやしなけど、<laughs> 自分や思われたくないってえ絶対人のせいにしたことあるでしょ、生きてて <laughs> いや, <laughs> いやこれない人間あんまりい,い,いやいや人のせいだか言えへん黙っといたらええやんか,か何や自分が犯人やって分かってる時の方が言ってしまうっていうかこれ触れへんかったら不自然やろって変に思っちゃうんですよね多分昇進もやないからから私も絶対あの黙ってできないんですよなんかそ,その時ってだいぶ我慢してませんその前に石原さん「ヒントだ」って言うの って言う石田さんってもう「ごめんなさい屁こいてまいりました」って言うやつもあって言ってもうからもうやっぱりごまかされへんからあって自分で言ってしまうから自分で笑ってまうよなって人による私も別に知ってる声で僕も知ってるけどちょっと知らんて田中さんとかやといやいや無理できひんわだからもう楽屋もずっと何でおんねやろとってあっそっか おならできひんから一 <laughs> 人やとそうやブ,ーブーブーブーできるけど、うん、わざわざおトイレ行っておならしに行くねお私もそうしますよでももうその間に出てまう時ありますやんってほんならあって <laughs> いや、まあ、あって言ってしまうからうまあそうやな、うん、あとはだからどんな匂いか やな、もううわっていうほんまに臭いと結構恥ずかしいそうなんでも音の方が恥ずかしいですかね私石田さんヨガ経験の時にロケで行ったヨガ経験の時マットにくるまれるみたいなヨガありますヨガって言ったらええんかななんかサーカスみたいに布にエアリアルみたいなそんな感じでそれの先生にちょうど指導石田さん背が低いからまず乗れんくて先生がこのしてくれて こう女の女女性の先生やってでちょうど足をこうこう伸ばしてって言って両足をその先生が持ってくれた時に多分最悪その先生が「ワクサって言って最悪やわ臭いの上品な先生がわからんけど音だけでなんでカットしてくれへんかったんあそこワクサッってでカットしてくれへんかったされたオンエア そそ彼,彼氏できんそんわなんもう <laughs> うなんだからもう我慢できひんからもう仕方がないただめっちゃ嫌なんですよ私私好きな人の前とかでも絶対嫌なんで、うん、そうやな言ってた、ね、私はそういう気持ちはそうなのに、うん、我慢するからだからか我慢せんといける時はすぐ行くようにすればええやん車の中は無理かもしれへんよなうん、うん、そうなんですよ、うん、だからごめんなさい だから、ごめんなさい。だから、まあ、してしまったらごめんなさい。ないきもいけも忘れて。ただ単に謝罪って。も皆さんもね、だから。ちょっと臭いなと思っても、黙っとくのが正解なような気がします。ね多分、そうですね。そんな、なんか、犯人探しやめましょう。ね、みんなするんだから。すべて、すべて、あの、カンペが締めてください。時間がない。時間がない。さということで、本日も最後まで、お付き合いください。 ニュースのまとめナジャジャジャーナルこのコーナーは最近いろいろあった話題の中から私ナジャが気になったニュースをピックアップして紹介するコーナーでございますそしてここからは、えー、来月で MBS を円満に 円満に退社されるそうでございます。柏木博之アナウンサーです。よろしくお願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。ます円満。円満退社ですね。まあ、あの、年いったいとですね。そういうことですね。はい、えー、使用期限が切れるということです。えっと、消費期限が切れる。そんなこと。 いやいやまだ全然本当はでもそのまま働き続けますって言えば働き続けれる制度はあるわけでしょこの会社にいやだからもうそれが終わるんですあそれが終わるんで今おいくつなんですか 2> 私2月で65になるあそうなんですね、えー、<laughs> まだまだお元気やもったいない、ね、いやいやお声も特に全然変わって ですから、ありがたい話、40年、MBS にずっといまして、ラジオ、テレビでいろんな番組やらせていただいて、もう喋ってまいりました、2月、3月からですね、どこの番組に出てももういいんですよ、何をやっても構わない、そういうことなんですそうやね。 そうか、だからもう普通に、他のチャンネルとかも出れるわけですねもういくらでもってね。それじゃあオファーがあれば全然受けますよっていうスタンスで。オフも喜んで 参ります？それはじゃあ本来もうなんか個人事務所作らないとね。まあまあね、だから立上げて、MBS で培ったこの40年のスキル、ノウハウ、そういったものを他局に持っていくという。そうですね。流出流出う。流出っちう。流出っう。もうん。でもそれはそんなもん。それはそんよ。私自身がもうね、あのそういうもんですから。だから YouTube やっても TikTok やってもいいと思います。全然構いません。 それはアナウンサー時代でもやってもいいんじゃないですかどうなんですか番組とか会社とかいろんなそういったことに迷惑かけなければ SNS はいろいろ使っても構わないんですけれども YouTube やっても TikTok も全然使わなさんでもただやっぱりアナウンサーというのは社を代表しますので嘘をついてはなりませんし妙な噂を流してもいけませんしいろいろ制約はそれはね 公序良俗に反さないというこ推測みたいなを言うと<ー>あれなんですけど、ね、みたいな話ばっかりはダメってことですね。うん、いや,だいやそうやね。でも逆になんか教えるさ教室の。うん 学校の作るとか、そんなんも意外と柏木さん、いけるような気が今ね、学校ってアナウンス学校じゃないんですけど、向川学院というところでね、一応、非常勤講師で教鞭は取っておりますけども、なんかそういう将来アナウンサーになりたい人を育てるっていうのも一つの道かも分かりませんが、それは私でなくても、誰かがやってくれてるんじゃないかなと。っう プレイヤーとしいやあのどっちでもいいんです私はあの、うん、教えることも大事だと思ってます後進を育成することはとっても大事な年寄りの仕事やと思ってますけれどもまあでもあのもうちょっとあのどう,いうですか、まあ、これまでいろんなもうテレビの,あのワイドショーやとか番組やとか、はい、何やとかっていっぱいやってきまして、うん、もう今更 MC はないやろと。 もうあの逆戻りしてしまうような気がしましてねしか言はせんでええでしょうとこれからやってみたいこと,とかって何でも出れるでってなったらもう不利じゃない不利、うん、になってから何でも一番出たいとかやりたい仕事んですか、はい、あのねこの番組にっていうのは一切ありませんけれど自分がやりたいのは自分が死ぬまでに、えー、この日本の古代史を全部解明したいというふうに思っておりましたああすごいその歴史の、うん、古代史を解明する解明本当のあの姿を。 えー、見たいと。山大国がどこかとか,か。あもうこれはもう私知ってますどこにあったか。知ってます。えー、<laughs> なんか諸説ありますやん。山大国ってどこにあったかって諸説あんのああ。あります。あるんですよ。 畿内説とか九州説なんか九州にだけではなくてね、うん、本当あの徳島説とかね、えー、群馬の方長野の方にあったとかもういろんなも日本全国に邪馬台国の、えー、あったという場所はもうありますんで百科聡明ですので、うんうん、変にここではなかったかいやここやろなんてやると、えー、大変な抗議をいただくというそういう問題なんや、えー、でも有力候補一番最有力なのはどこなんですか 今のところやっぱり2つに分かれるような気はしますねうん、うん、え九州説と畿内説、まあ、大和と、うん、九州北部というところでしょうかね、うん、あ全然知らんかった。

素直に読んだらわかります素直に読める本なんですかね菅 <laughs> の和のなの国王ねそれはねあの元あもっと前であれは印鑑か,印鑑か西暦57年鹿の島から出てきた印鑑ですね金色のやつね卑、うん、弥呼がもらったのは真偽和王というね金印なんですこれは出てきてないんです 出ててないこれが出てきたらもう大体の場所が分かりますけどもああそうかこれを掘り当てたら出てきてないのに何でその文字が分かるんですこれは中国の「三国史」という本がありまして「義」と「語」と「諸」の三国の歴史をね書いたもんなんですけども陳寿という人が書くんですがこの中の「義書」「義の国」の 物語30巻があるんですけどこの一番最後の30巻のもっと最後の一番最後の「遠い伝」というのがあるんですがここに倭国のことが書いてあるわずか2,000文字足らずでそれを日本では「魏志倭人伝」と呼んでるんです。そこにその「印鑑」の文字が書いてあるわけです。 紀の国の皇帝が南次を新義は王に任命すると金銀を送ろうとちゃんと書いてある送ろうっていうのは書いてるけど、それが日本から見つかってないからどこに埋まってるかわからない。いやいやいや、送ろう。いやいや実際送ってるんですから。そうやって送ってます。鏡百枚とかね、あるいはもう鏡ね、ものすごくそのなんての豪華な錦とか旗とか着物とか。 もう宝石とかそういったものをうわーんと返してくれるんですねつまり中国の魏の国はこんなに優れた国なんだというふうにしてお返しの方がすごいそれを見てるとまるであの桃太郎が鬼の島を退治して宝物を持って帰るでしょ海の向こうからそんなイメージですよもう大変な宝物を運んでくるというどどっちがどっちちがですか和国に対して中国からいただいたお土産を持って帰るんです。 だからそれが桃太郎が鬼ヶ島から帰ってくるような剣技剣技でって言ってるのと一緒や。鬼鬼ヶ島桃太郎岡山ですけどね。これも諸説はあります。これも諸説あります。でもきび団子やからもう岡山じゃないの？ただきび団子ってのは今は岡山の名物きび団子ですけど、全国どこでもあのきびというもので非常に貧しいあの郷曲なんです。これで団子を作ったっていうのはどこでもできるんです。そうか。その名物やいうての岡山。ただ岡山は。 裏という鬼が住んでた場所があるんですよ。ああ、そうなんですか。で、キビツ彦っていうね、あの、いや全然ないね。キビツ彦。だからそのキビダンゴ発祥の地神社もあるんで、キビツ彦神社。そこがキビダンゴ発祥。発祥というわけではないんですけれども、そういう伝説が残ってまして。あ、でもそっか。キビって呼び方が岡山か。鬼を退治したっていう伝説がやっぱりあるんです。あるんですね。 そうすごいどの時代でもお前どうしますこれインコとか聞いてる場合ですかねこんだけやっぱ引き出し多いともちろんない気は知ってますよねない気は知ってますあのあの空対地対空ミサイルですえちょっとちょっと待ってください1 9 7 0年1970年前後であったあの航空自衛隊が確かあの制御したと思いますみんな多分 どちらがていな,いない、これ。ブラックジョークで返してあるよ。いや,いやいやいや、本当に対空ミサイルに合いき<い>ってのがあった。

あんな履いたことないですね。あ、ナイキのものは一回も。っていうより、いやいや、というより、私ら、あの。スニーカー、バスケットシューズ、運動靴、上靴、長靴ぐらいしか知りませんよ。それ、大体どこのブランドなんですか?。大体それぐらいで、あの、生活してました。それ、それ、みんな、大体。メーカーさんが、多分、バスケットシューズ、スニーカーなんかは、ナイキの。

まあそんなままあ吐いてたような気はしますけど、コンバースを正式の発音なんでしょうね。コンバース。いやつコンバース。コンバース。コンバース。さん今度大丈夫ですかね。知りません。英語英語はそんなに得意じゃない。英語は僕は。でもアナウンサーとしていわゆるそのも単語のあのアクセントイントネーションは正しいのはご存知のはずもちろんですアクセントはね。だからそのいわゆる積性陰稿。積インコはい。 アクセンコのアクセンを取った時にどういう発音が正解ですか。ううすかインコですね。やっぱりインコが正解だ。私ずっと子供の時からインコで育ってきたんですよ。<それ S 1> 間違えですか <laughs> やっぱりインコインコ。

インコ。だからその標準語いのも本当に正しいのかっていう話はあるんです。あ、これ歴史で言うと。そうですね。なるほね。そうですよ。北ののからとかで有名なこの俳優さんを褒めんちょっと読んでもらっていいですか？ね、田中国英の発音。聞きましょう。田中田中国英の発音聞きましょう。田中国英の田中国英平板ですね。平板平板名田中

それためになるわ失礼なんですねコンビ名じゃないからコンビ名と別にいいってことだよねだからやすしきよしはいいんですよコンビ名やからねだい花子もいいんですようそやだけど金さん銀さんはないんですよ金さん銀さんなんです金さん銀さんはおかしい金さん銀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 も百歳銀も百歳 あっははてうねやってままししたやってねいやこれはね柏木さん YouTube するべきにさめっちゃ人気出ると思う私柏木さん好きなことだけやるっていうのでいいと思うその視聴者獲得とかそういうことにこびず黙々淡々とその歴史を語るとか。 はあ、で、なんか、なんか割と見入ってしまいそう。あ、そうですか。縄文時代を語っていただきたい。です縄文時代はいくらでも語ります。うちらが習った縄文時代と違うんちゃうか。ね、高床式住居やろあ、それもあるんです。それもともと本当は弥生時代からそうなってきたんじゃないか。ネズミ返しのついた高床式。国を の保存したんじゃないかって言われてたんですがはっきり三内丸山遺跡これ縄文遺跡ですけどえここに高床倉庫はいっぱいっあったんや何かもうちらが何をでも全違う米作ってなかったのに何をしていや米を作っていた可能性がないといけないんですおかぼでねいわゆる陸塔ってやつ水塔栽培ではないんだけれどもそういうものがもっと昔からあったんじゃないだろうか今そんなプラントオパールっていうもともと 稲があったぞっていう証拠の土器についたものがね出てきたりして、うん、出てきたんですか、うん？だからわ <laughs> <い>からんすごいこれめ、ね

他局の話で申し訳ございません、はい、日本放送は2月17日金曜日夕方6時から19日日曜日深夜1時までの55時間にわたって放送する特別番組「オールナイト日本55時間スペシャルの出演者を発表しました、うん、明石家さんまさんや松任谷由実さんらが名を連ねているとなるほどちょっちとニュースになってましたもんね。

別に裏でもそらみんなこっち聞くて<あ>こっちっていうかそんなオールナイトニッポン聞くわそら。そ <laughs> まあでもね、そりゃそ,そうですよ。確かにかタイムウリーとかもあるし。そうタイムリー今な時間にいける今ね、こ、まあ、んな55周年やねんからそらこっち聞きで、ね、に55周年のきかなラジオ界ニュース、ね、そうです。あの広い意味で言うとラジオ文化ラジオの世界ということをまあ記念するというか、うんうね、あ勉強になると思いますよ。これ45周年の時には45時間生放送 そうやってるんですか、ねあ。そうなんさすね。う,うん、さすが、ねね。そう、すごい。四十三周年時は四十三時間。そうなんでしょうかね。五年ごとじゃないですかね。十年ごとかなどうか知らないけど。五 <laughs> 年ごとなんちゃいます。<laughs> これそこまでは知りません、ね。四十五時間。毎年やってたらえらいことになりますよ、ねああ。そうやね。ね まあそういうことであのいろんなまあゲストが出てくるそうでえ初代パーソナリティは斎藤安んさん康弘さんって言うんだと思うんですけれどもえこの方もで出られるわけで現在御年82歳こ、はあ<ー>の人が初代パーソナリティなんや入社3年目ぐらいであのおしゃべりになったようですね目で、うん、あのねやっぱり昔の深夜番組っていうかラジオ番組って若い人ちょっと兄貴があのしゃべって、うん。うん もう小学生高学年ぐらいから中学生高校生が聞いてたみたいなあの深夜番組ん。だからあのラジオを聞いてて深夜ラジオを聞いててその兄貴がいろんなことを教えてくれるんですよ。 うんうん、うん、あの物事であるとか、うん、ちょっとしたそのうん色っぽい話色っぽい,い大人の話みたいな,、うん、な大人の,の先輩が教えてくれる、はい、でそういうものが今度学校行って夕べのなラジオでなあっていう風うに話題になるわけですよ柏木さんがその思いた青春時代に。うんうん 聞いてはったラジオってどんな番組やったの？あのいっぱい聞いてましたけど、だいたいね6時15分夕方の6時15分中学生頃かなぐらいからあのカットジャパンサーティンテンっていうのがありましてね、これラジオ大阪がやってたんですが、横山プリンとキャッシーがやってて、横山プリン師匠、プリンさん、プリン師匠ラジオで喋った、おいもちろんもちろん、横山プリン師匠高井ギャラさんあの師匠です。 まあ言ったら横山は <laughs> げてましてね。うんで 後ろから見ると頭のてっぺだけ少し黒いのでプリンに見えるんもともと落語家さんですよね。そうなんです私たちはもう横山一家という。だから横山プリンキャッシーの「カット・ジャパン・サーティン・テン」っていうパルコから毎日生放送ですパルコ震災んです。でこれがありましてその後ご飯を食べる間は聞かないんですが10時ごろからまたラジオを聞きまして。ご飯食べるる間怒らられか うんじゃなくてテレビ見てるんですね今度はね茶の間に一台テレビがありますからそれで勉強部屋ってか自分の部屋帰ってラジオを聴くそして ABC ヤングリクエスト NBS ヤングタウン「オールナイトニッポン」そんなのを聴いて「チャチャヤング」とかねあんな聞聴いてましたけどねその頃にもやっぱりそういうラジオ聴いててアナウンサーになりたいって思ったわけですか それもありますそれもありますけれど<ー>本当にアナウンサーになりたいなと思ったのはあの天気予報台風情報をやりたくてアナウンサーになったんですけくて だからでも気象予報士にはなら<あ><な>その頃は気象予報士なんてもちろんありませんからないん,かないんです、ね、ないですあれはもう最近の話ですからねそうなんですか、うん、だからあの中学二年生の時に理科の第二分野で、えー、気象図を書けというのがあってあったでしょ、はい、ＮＨＫ の九時九時二十分九時からやったかな、はい、あの漁業通報気象通報という番組があるんですよ。 で概況を言ってその後それではこれから漁業通報です。漁業通報あ,、ねうん、あの今はひまわりがあるけど当時なかったんで、はいえー、例えばあの南大東島西の風、うん、風力山ん海勢1013ミリバールなんてこと言って<ー>ずっと各地のあの<ー>観測所のデータを言うんですよ。<ー>それをあの公開士が聞いて、はい、あの地図を作地図っていうかあの気象図を作るえです それを私もやってましてずっと。え、や、え、やってたね。学生の時に、高校生さんがその格。見よう見まねというか、あのそれを理科で習ったものから、あの白地図もらって帰って。地図です。いや、すごいわ。すごい中学生それ。なんか聞き入ってしまうわ話ね。ねえ、地ね。そっからアナウンサー。それを読み上げる。それを読んでるアナウンサーがいいなと思った。ずっと変わらずに。 15分ぐらいずっと喋るわけですねうん、うん、あこれはいいなと思って中学行ってあのモノマネしたらうまいなお前で拍手もらって、うん、<笑><笑>これはアナウンサーにならないかいなと実際その夢は叶ったんですかそれを読めた時は僕ね入社してすぐの夏に、はい、あの台風19号やったかな、うんまあ、あの上がってきましてね南の方から夏台風が、はいはい でそれのあの中継に全国ネットとローカルと、うんえー、一晩中やらしてもらいましたね。うん、高校生の時いや違う違う大学あの高校に入ってからアナウンサーになってからあだから私が高校のエイシャさんね多分めっちゃ覚えてます台風、うん、19号すごかったもうもう大変,会話も大変なもんですね。だからその中継がもしかしたらさ全国のにも出てあったからそれを聞いてたかもしれない。 まあだからそんなことでもうあれがやりたかったんですよあのテレビであの台風の今はもう全部 CG ですけど大きな白板黒,板か黒板があって、うんはい、そこに日本列島の,あの白い絵が描いてあってそこに丸に「タイ」って書いてそれをペタンと貼って、はい、であの進路にこういうふうにあの磁石の細長い磁石を貼、はい、ってで、えー、それでは、えー、気象情報です。えー、気象… 観測でどういうことがこの後言えますかなんて言ったらあの気象庁の人がですね台風はですねなんてあって二人で白黒板挟んでやるあれがやりたかったああ昔そうでしたね昔そう今はもう cg ですすごいもんね天気予報のあのあの pj っていうのはねほんまにちょっとリアルなはい まあでもね、あの話はラジオの方に戻しましょうか。はいはい、これニの僕ね、ラジオってね、すごく面白いメディアだとやっぱり思ってます。で、あのナジャさんなんてラジオもテレビもどっちもできる方ですけれども、ラジオ面白いですね。いやいや、急に何なんですか。いや、あのね、先生、この歌唱先生が面白いから。あのね、はい、あの。 はっきり言いましょうか、他局で悪いけど、a. B. C. ですよ。a. B. C. の裏の裏まで、裏側です。はい。火曜日。やってます。私、火曜日。裏側君とやってますよね。はい。あれなんか聞いてると、a. B. C. の作り方うまいなと思うんです。うん。例えば、さっきみたいに、時報ですって言って、カットアウトで時報が入る。はい。ところが、a. B. C. のナジャさんとこの枠は、5時の時報前は、フェードアウトするんですよ。わーわあ、喋りながら。あ、そうね。うん。二人が、わあ、喋りながら、それがフェードアウト、ひゅうとしていくんですよ。は一緒ちゃいます。

それで日本で、みんなそこで味わう。フェードアウトしてます。フェードアウトしてますよ。ちょっと意味が違うんです。意味が違うんです。私が、実は、入社してすぐぐらいに、西川のりおさんと、小林千恵ちゃんと。あの、ヤングタウン日曜日っていうのは、始めたんですよ。あの頃ののりおさん、まあ、今でもそうですけど、うわ、喋る。んで、す2時間、3時間の番組が終わるとき最後の。それではまた来週なんていうときなんだけど、そこでものりおさんが、うわ、喋ってるわけです。それがフェードアウトして。 <No. S 2> あそして番組が終わる、はい、でそれはどうしてかって聞いたら当時のディレクターがあんなラジオってこんなもんやねんとうんもうちょっと聞きたいところを引っ張んねんと<う> <laughs> また来週っていう案んも。<ー> うん、ふーっと消えていったらあまた聞きたなるなもうちょっと聞きたかったなと思わせたらええねんと、えー、言ったことがあ<ー>それが裏の裏まで今やってるんですよであこれ懐かしいな僕らもこれやってたなっていうふうに思いますねいやそれはちょっと言うと時も、うん、スタッフに大喜びします,よ、えー、それはすごいた <laughs> だあの番組はね浦川さん浦川康之っていうあの人間がすごいんですよ。彼の もう彼が面白い彼がすごい技術を持ってるっていうだけで私は別に本当にただ浦川さんの話に「あそうですか」っていう話聞いてるだけでもう3時間終わるから。 私は別にのんの何にもないんですよ。あのは浦川さんの凄さ。いやいやそれは確かにそうなんですが、しかしね僕はねあの吹き出すことがよくありますよなじゃさんの決め言葉みたいなんで。捨てうですスゼリフみたいな。ステゼリフステゼリフ言うてあるんですか？あっちでも。いやステゼリフ言うてるから捨てゼリフねなんか言うてるかもしれへん。もうあんまりにも変な人すぎて浦川さんが吹き出してしまいます。思わず。あのスがやっぱセンスある。柏木さんを吹き出させ 出てる私って、なんか、ちょっと自信持っていいんだなと思う。いや、もちろん、うん、もちろん。最近もう本当ね、何の仕事やっても、なんかもう、ほんま10点ぐらいしか取れてないのかなって思いながら、家帰ってたから。ちょっと、あの、自信がつきましたよ。えー、あの、僕、ツイッターもフォローしますよ。あ、そうなんですか。はい 写真もいっぱい載ってて、マジャーさんのところはいつも顔隠してあるんであ<ー>、素顔<ー>は NG ですからね、よく見てれたんです、ね、顔隠してあのも、今、めちゃめちゃ見け,けど、っけてやっぱり自分のことをそのよく言うわけじゃありませんが、ラジオが好きでこの業界に入って40年やって、ラジオがやっぱり今でも好きということだと思うんですよ。だから、優れた番組は、n、うん、b s であろうと、ABC であろうと、ラジオ大阪であろ,ろうと、どこであろうと、やっぱり聞いて勉強します。 あなるほどこれやったなとかそうやだからもう65になってもまだ勉強なんですね,ね楽しみですよでもその勉強の一環でもう NASA さんの,その浦川さんの話は勉強になるそう,んはい、うなりますねだからか浦川さんが勉強になるっていうことやとは思いますよ私も浦川さんすごいなって思うん、し、うん、何でもよしっとしねそうね詳しいんですよ、うん 柏木さんんが言わなそうせまたジャンルがちょっと違うけどね詳しいジャンルがわざわざゲストに電話してっていうかつないでお話聞いてんのに向こうに喋らさずに現地の情報全部むちがしゃべったってあら面白い詳しいからね日本地図地図とか見るのが趣味やったみたいな小さい時からだからもういろんな都道府県の名物も知ってるしだから例えば群馬県の人とつないで群馬県の名産とか 名称を聞くけど、結局浦川さんが知ってるから全部言うてしまうのようんうん、うん、でも、それが面白い。そう、うんね、出番がないもつない、つないだ。現地のアナウンサーは出番ないまま終わっていくんです。<laughs> まあ、それと天気予報やらさないんですよ、佐藤さんにね。そうですね。えー、もう天気予報をします。わ佐藤さんっていう人さ、来てくれるんですけど。えーえー、天気予報のほとんどやしない、えー。もうナムルちゃんジャンクだ。<談>そう、<laughs> 雑談ばっかりして。

めちゃくちゃ美味しかったです。はい、やっぱりブリブリカマ食べたかったですよね。ほん本当あ、もうそれはできたらね。できたらね。ブリカマでしたもん。いやいいんですいいんです。 あのニュース一本だけっていうのも何や寂しいんで一言だけ言うときまして、ミヤクミくクが関西元気文化賞を特別賞を受賞ということで、うん、大阪・関西万博の公式キャラクター、ミヤクミャクとデザイン作者の山下洸平さんが、文化を通じて関西から日本を明るく元気にすることに貢献した人や団体に対して贈られる関西元気文化憲章を特別賞を受賞しましたということなんですが、うんえー、ここにですね、なんとですね、チキチキジョニーの二人が。 合同で文化庁芸術祭奨と、はい、関西元気文化憲章がれれ合同で。 贈呈式と祝賀会がありまして我々ナジャグラディバさんとミッツマングローさんのプロデュースの元ドレスナジャさんのドレスをさせていただいてそうですか最初フリスで着るって言うからいろんな案があったんですえ歳してっていうのもあるじゃないですかそうやねでやっぱりちょっともうちょっと違う格好しいってフォーマルなドレスなんかうちちょうどスパンコールのドレスもあるしそれ着てみようって言って合わせてみようって言ってそですよ。 でこのスタそうなんですよ。色味はもう誰よりも輝いてたらと思ってたら、あとから脈々が来て、ちょっとはぶってたり、あっちの方が、あっちの方が、気楽でエイ色やった脈脈ね。これもう全部アクセサリーも全部。はい。お二方さんとそうですか。はい。そうですそうでプロデューサーとしてすごいですね。プロデュースしていただきまして本当に。おめでとうございます。おめでとうございます。本当に。

いいやいや,いや,いや知ってたんかいな優しさのないまだ<た>、ね、あのどこで今度はお会いするかわかりませんので、はい、<え>またこれからもよろしくお願いしますやその時、ね、は一つよろしくだから退社されるますけどもスペシャルゲストでここに来てもらうことはまた可能ですからね <laughs> <laughs> ギャランティーが発生しますけれどもいやそれはだから弁当いやほんまやね弁当用意しときますのでありがとうございますいいえさあということで以上「ニュースのまとめななじジャーナル」のコーナーでした柏木アナウンサーどうもありがとうございましたありがとうございましたメッセージきてますかきてないあきてるらしいですよかっ2枚続けて今枚続けてはい うん、さあこちらいただいてますまずは、えー、ラジオネームモテないマサハルさんからいただいてます、うん、岡山県美善市の方です、うんうん、皆さんこんばんは本日も楽しく拝聴させていただいています柏木さん最高あナイキは我が国の自衛隊が誇る地対空ミサイルですよねへ <laughs> えー、すごいなとっさにその情報が出てくるとはな,な,なかなかの強えー、強者ですよって社長も送ってくれてますそれナイキっていい、ね、これがナイキ <laughs> でも、なんかちょっと、マークと似てる。ない、き、もう、なない。ざんぶ、そこから来てないね、やるけど、すごいな。さあ、こちら、ええ、サッカですね。そうや、そうや、だから、やっぱ、知ってる人は知ってんのよ。ラジオネーム、かきわな、日々。はい。ラジオネーム、還暦の、もっこりおやじさんからもいただいてます。もう還暦で、もっこりするのって、十分やな。はい。元気で。うん。柏木さん、大したとは、寂しいです。魔法のレストランの前番組、アマカラ辛ビニュー時代は、恐ろしくカラフルなネクタイがトレードマーク。 そしてヤンタイ日曜日では暴れん坊の西川則夫さんの猛獣使い二次のワイドショー、ワイドユーではメイン MC として横にいた鈴江アナ今は関岡さんのパイオツをちらちら横目で見ていた気がします一つの時代が終わる感じ、まだまだ頑張ってください

すいません。ああんこれちっちゃんのやつですか？千代子さんが出てるやつですか？ワイドユ,イドユニーって何ですワイドユー。でも <laughs> ワ,<ド>ワイドユーちゃん？あそう。ね、でもやっぱり、ね、胸をちらちら見るっていうのは染みてしまいますよ。大きい人がおったら。 ねでもそういう面もありながらやっぱりそういう面も倍たりいろんなことにこう好奇心が強勢ない今日別に誰のこともチラチラ見てはらなかったですね今日はね見たくもなかったやろねもうまっすぐブリブリをかましかブリのかましかさあこちらいただいてますラジオネーム冬でもアイスさんからいただいてます静岡県御殿場市の方です初めてメッセージします。 うん、私ごとながら伝統芸能関係の仕事をしていますおチキチキジョニーさんこの度は文化庁芸術祭賞大衆芸能部門優秀賞受賞おめでとうございますありがとうございます,いますただ本日私が力,、えー、力説したいのはチキチキジョニーさんの実力もさることながらこの受賞の裏側,裏側には小築芸能の担当者さんの力が垣間見る、えー、垣間見えることを伝えたいです、うん、文化庁のこの賞は えー、あるライブを見るのではなくこちらが申請をして申請されたイベントを文化庁が審査をして選びますその申請書の作成がとてつもなく大変なんですよ松竹芸能さんが渾身を込めてチキチキさんを押してくれたんでしょうねどうぞ恵まれたスタッフさんを大事にしてあげてくださいケータリングをおすすめしてはどうでしょう今後とも番組楽しませてもらいます知ってます知ってますこれ言りてもらっていますあでもこうやってうそうそうでもマネージャーを,を分かってますよって他の方まてますはい 言う,言うてくれはんのってすごい嬉しいしうちらがなんか「ありがとうございますい」って言うだけじゃ、はい、ほんで「一緒に写真撮りましょうよ」って言ってもなんか「いや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 ってかもう無理やり引っ張り出してあのこう表彰式のあそこでみんなで一緒に写真を撮ってはあはあ、はあ、マネージャーを引っ張り出して、はいはい、その担当のマネージャー3人で関わってくれたんですけど関わってる3人でもこれて<う>ほんでうちらの代わりにあの症状を受け取って。 これうちはそかにら,ら,らそこが一番でもさ、はい、マネージャー聞,聞けへんなと思うねんだけど受賞の, <laughs> の時には本人折、はい、れへんくて欠席ですってなってんねやろ でもね言ってそこはさなんか出してあげてよと思うんよ。後から来るって言っましたよ。だから三人ね注目のこれちゃんと注目者朝美さんが代わりに受け取るって練習もめっちゃしたんです。練習してたんですよ。あの症状を受け取る前。受け取る練習を。こんならあの雪すごくて症状が遅れてきたんです。結局届かなかったんですよその時間。そうなん。はい。本で文化庁の方の賞はあの症状が届かへんから名前を呼び上げられるってこと。ああはははは。だから。 でも、その名前は、折れへんのやろ、なんか仕事入れらされて。ただ、ただその、ただ、あの、ちょうど文化庁の長官の挨拶が締めで、その後、なんか写真を撮る。っていうところ、ろ、うん、そこに間に合いたかったんです。うちの。そこで、今、間に合ってほしいっていう連絡、ずっともらってて。はい、でも、ちょうどうちらが、うわ、走って、ね、リーガロイヤルホテルに着いたと思ったら。ドレスのままね、あの、担当マネージャーの、あの、麻美マネージャーが、田中さんを相談してる。麻見マネージャーが。 急にうちらの格好ばってみて荷を出ちになって今入っちゃダメです文化庁挨拶してます文化庁長,長官が挨拶しますその格好で今入っちゃダメですふざけた格好して, <laughs> てダメだと思います <laughs> でも後の近藤マネージャーと小平マネージャーがちょっと若若手が大丈夫だと思います、うん、今しかないです。 入るなら今しかない。これ逃したら写真撮られないし。すごい空気になりますよ今入ったら。でもどうせどのどのどこに入っても変な空気になります。後で後でが、そうマネージャー青野も合わせもうじゃ行ってくださいっつって文化庁が挨拶してるところをちょっとバッとちょっとそっとねグレディにさっきがされて、なに文化庁そのそう徳村さんすごい言い方が文化庁長官がちょっと挨拶したってちょうどなんかちょっと切れ目やめらんみたいなところ見えてきて、うしゃがバーンせっせっせっって入ったら。 部課長長官がそれでも挨拶をちゃんと続けてはったところうちらは見れてないですけどマネージャー側にはめっちゃ二度見しはったらしいです <laughs> <laughs> 最初は普通にああ来はったよなって見てこう挨拶をするとものすごい顔で見るわけでよリンクレディとか手がけてた人が <laughs> リンクレディがってきてもらじゃん <laughs> サプライズでみけ <laughs> と思ええやん <laughs> 二度見しゃたら新しいですまあ二度見するかあんだけキラキラやったらでも逆にねちょっと美味しかったかいやあれはだから正解やったん結局正解でしたよほんで<ー>結局その文館長長官の挨拶が終わられた時に今先ほどチキチキジョニーさんが 仕事を終えられてそのままから向かって遅れて到着なさいましたって言ってまたそうなんかデ <laughs> コタイ獣章みたいに2人立ってライトが当たってそれではあの前にステージに上がって。

でも、お嫌いですねって長官がちょっと、あの、マイク通らんところで、ちょっと言ってくれはって、これはもう、おかげ様です。綺麗ですねって。<laughs> 綺麗ですねって。<laughs> 言うしかなかったんだな。<laughs> あんな。我慢。

ってくる。ことね、もう寺島しさんがメイクしてる、うん、写真を三つ、ミスプロデューサーは送ってくる。<laughs> ほんでちゃんとそのスピーチで。 今日この素敵なドレス、あのナジャグランディバーさんとミッツマングローブさんがプロデュース前進してくださいましたってお礼上でうわーってその二人の作品ですって言って私たちがミッツナジャさんとミッツさんの作品です。赤塚応助先生にあのタモさんが言うたやつあっから物てちゃんと言ったうわ。あそ後からちょっといろいろ声かけてくれたはったんですけどあの審 若いの方もこのおラジオ結構聞いてくれてくださいらっしゃって、これナジャさんにね、さしぶりの密談、これで会る人、いや芸能に関わる方々っすよ、いや飲みすぎたらあかんよ、ほんまに聞いてくれてあるやん、何食べね、ね、ここリガのヤルはね、ストロングゼロないよね、当たり前やから。 うまいこと言ったかなとは思って心配しててんけどよかったね本当におかげですもうスタッフさんもほんまに皆さんもほんま言ってくださらなかったらうちらどんな格好で言ってたかと思ったらゾッとしますほんまに間違った格好で言ってたで平服知らなくていやほんであと私はやっぱり言うても芸人さん独特のドレスアップしてんねんけどいわゆる「こうやっていう芸人ポーズあるやん手を前で開くよね あんなポーズの写真ばっっかり撮てんじゃあなポーズしかできてないんかなと思ってたらそうじゃなくていわゆるちゃんとしたポーズできてたやんそれはミッツさんが絶対ハリウッド女優のようにっていう言葉を言ううちの近藤マネージャーもそれミッツさんとかナイトさんがこう言ってくれてましたってのを伝えてじゃあわかりましたイアさんこれはイアナさんだけ気ぃつけてお腹が出るんで何回も絶対に写真撮りますイアナさんおなか引っ込めて うちの女性のマネジャーでずっとは手で愛そう、報道陣の後ろで、そうなかれでかま甲行進局の平たさんうちの嫁がこれなもんでみたいな。 えっ込めてそう引っ込めでも中,ちょっと中には1個なんかだ誰かが撮った写真とかちょっと出ちゃってる部分があったんですけど一応頑張りましたあとでシ食パーティーの時に「ええー、こと気づいた」って言ってドレス長いでしょもう言ってくれりましたよなナさんが「はい、着るにしても後ろは引きずるぐらいにした方がいいよ」ってそれで直してもらってたから「これ、ね、ええこと気づいたこれ尖ってるヒール前だけ出してこれ履いてるみたいやろ」 実は脱いてね中でリーガルをやるのか中で脱いでど突っかけみたいにしてるっていうもう抜いで別のとこにああはいドレスだけリシュールえドレスから立ってるからはいはいはいほんドレスのとこからあのヒールのつま先だけ出していけばあそうかほんなもうふわふわのウケやからリーガルをやるか全然バレんねんって言って大酒飲んで横一回離れてパッと見たらスリット入ってるの忘れてしまっね私のドレススリット入ってるから ものすごく太ももから足一本出てるんですよ。ほんなら、後いたら、ちょっと足がさ、ぼうあると。けいたおろすみたいな。いい子やね。いいなやかそれでした。だいろいろ。頑張りました。よかった、うまいこと言って。本当。本当ね、あのお借りさせてもらって、もうドレスも提供してもらって、あの。こう全部ね。あの。アクセサリーも。お借りして。それで。なんか尊敬じゃなくて。

金のネックレス。これアんってなったところを3つ、それで写真送ると三つは。 やっぱ関西人ねって言う、ね、大てな大阪って感じっていうなんかやの独特なのの嫌味の言い方で返してきたよな3 <laughs> 人一瞬ってなって <laughs> あんなに一瞬ってなるねええ <laughs> と思うナザさんが細い声でやっぱりこの細い方にした <laughs> であんだけこれがゴージャスは蛇の,ヘビ蛇のやつがあってそう、ね、そう初めそれもかっこいいってなってるけど<の>やっぱりゴージャスな方やってもうたらちょっと3、えー、人は絶対これええわナさんもこれええやーってなったのに つちゃなんてすごい間が空いた後やっぱりこのヘビのほうしてるよ <laughs> 大阪っぽいとでも結局本番は豪華な方してたやんやそう選び自分でって言ってそう私はじゃ結局もう好きな方つけって言うても晴れ舞台やから、はい、そんな人の意見より自分のつけたいものつけたらええやんって思ったからそう言ったのよ、うん、でその派手な方を選んでたから良かったと思うよあれでねえきらびやかクレオパトラやったって 本当ですかで、その分耳をなしにしてたやろイヤリング耳はなしにしましたあの上にターバンにしたんでそれでバランス取れてたんじゃんね耳を耳本当はつけたかったんですけどつけたらちょっとガチャっとなるかヤの方はそうそうイヤリングをだから貸してもらって。 スワロフスキーの指輪がスワロフスキーやったから写真全部指輪をアピールしてたやろこれをやりやって言われて症状を持つ時これ絶対行きますわと思ったけど症状がまた届いてなかったんですよ勇気の影響でねだからそうこうやりましたね 思い出に残れだからちょっと生配信でちょっとほんまに全然メイクもできてないけど今日ナジャさんにちょうどお返ししなあかんから持ってきてるんでもしあれだったらちょっともう一回着るこういうはいで着て頂けたら楽しみありがとうございましたありがとうございます皆さんのおかげです本当におめでとうございます受賞おめでとうございますということで番組はまだまだ続きますよナジャの「今週何食べたハイパー!」 好きなものを好きなだけ好きな時間に食べているナジャグランディーバチキチキジョニーの1週間の食生活を公開しつつたまに現在の体重を確認するだけのコーナーです。えー、毎日写真を撮るのは大変ということで、えー、ナジャさんだけでなく、えー、みんなで週替わりで担当が変わります。写真ははツイッターーままたででもトークに合わせて出て出おりますのでぜひご確認ください、はい、ということで、えーうん、今回の担当は私、うん、石原でございます。はい はい、では、土曜日から一週間分の夜ご飯を言います。ね、私、夜ご飯の、あの、写真欲しいな。ね、あ、ごめんなさい、すみません。うん、見ながら言いたいな。 え1月日日土曜日です、はい、この日はえ家で食べたんですけどあ、うん、え先週あの鍋をやった残りの野菜がめちゃめちゃ家にあって、うん、えそれでちょっとパスタを作りました水菜とツナのパスタです、うん、あとガリサバこれガリを岩見さんのお母さんがつけたやつをもらってるのがあるんでそれとサバと合わせてガリサバにしましたあとアボカド昆布と生ハム大根以上ですおしゃれー 頑張りました。もでもこれ残りのやつを使わない。これ鍋えあの木曜日そうそう先週紹介した鍋作りすぎてずっと野菜が残ってたからそれを全部全部消費します野菜をはい。1> で1月次です1月22日日曜日ですえー、この日は友人宅なんですけどこのお友達にドレスをもう直しよ、はい、あの金曜日の夜夜中に家に持って行ってそのまま 最初にしてもらってららら電話がかかってきて「できたからにおいで」っててくれ行ったら「もう帰,り帰ります」って言おうと思ったら「もうご飯食べて帰るよ」って言ってくれたんで、うん、そのままあのドレスの直ししてもらった流れで。いい ご飯いたただきましスパゲティサラダキャベツとヒレカツとクリームコロッケと餃子とシーフードカレー食後にケーキとコーヒーデザートまではいこのなんかテーブル見覚えあるなはいだからこれは結構今まで結構出てきて私もだから先週紹介した時にこの池部さんこいってますそうやね池部さんこいってはい。 なんかもうでもやってくれる<の>、はい、仲いいです。あのどう気付けも全部やってくれる,るれお母さんのもの。私も池部さんにお直ししてもらおうかな。ほんまにすごいすご、ね、い。なんかそのね。こいら側は池部さんに。ぜひお願いして皆さ、うんで食べに行きましょう。料理も上手なんですよ。はい。さあ、えー、次の日でございます。 ええ一月二十三日月曜日ですええー、また再び家です、うん、ええお味噌汁とイカの塩辛とあとお母さんが送ってくれたカズノコとええー、人参サラダ、うん、でからし茄子ええー、卵があったんで出汁巻き卵とご飯です綺麗なわあやだわあやね,ね<え>ちゃんとこのランチョ長マットも見合わせてあるしこれや今日はこれやと思ったらはみ出てしまいましたこれどうですかカズノコが私もっと黄色い、はい カズのコってこのだし巻きぐらいの色のイメージやけどこのカズのコめっちゃいいおいしそう使い切っててこれもどんどん黒くなって全然黒くないこれ岡山県のおせちのカズのコの食べ方分からへんねんけどこんな色のあんま見えへんねんうちも醤油漬けでこれで2か月ぐらい持つんですよこれやと送ってもらってそうこれお正月に食べ始めてずっとお正月に食べ始めてずっとまだよく使ってんのかなおいしそう これはもう最高です。うん、さあ1月24日の火曜日です。はい、えこの日はあの前日だったんで、もう雪もすごかったし、ホテルに前乗りして朝イオさんと準備をしてえ出るということで、えっとホテルでえの近くのお惣菜屋さんの京都丸福っていうなんかお魚 のとこがやってるお惣菜屋さんがあるんですけどそこで買ってきてどっちを岩見さんが選ぶのか分からなかったんでちょっと全部載せてるんですけど、うん、私が食べたのは中華丼とえイカのタイタンと、うん、ピーキュウリ辛きゅうりとごま和えです。もいいで岩見、えー、さんはさ,さっさと寝,寝たんですけど、うん、ちょっと私いろいろ準備を頑張って中に準備してた自販機で。 セブンティンアイス,ーアイスコーテーマーの色ろんな味がある買ってしまいました<あ>まこれ、風呂上がりにな食べたらそう、食べ,まう食べてしまいましたつい、あかんなと思いながら何,何味これ、うん、キイチゴのチーズケーキ、えっと、味美味しそうな、これめちゃくちゃ美味しかったですいや、これは美味しいと思います そして1月日日水曜日です,あこ,れですこれが授賞式のリーガルオイの実食パーティーで豪華、ねはいま、ステーキとシューマイとあとなんかこう魚赤魚かなあの煮付けとか串カツとか、うん、あと名前がわからない料理がたくさんあって 3, 3人のマネージャーがいろんな種類こうっ取ってきてくれてちょっとずついっぱい食べました、うん、でその後、うん、マネージャーさんたちとまたちょっとしっかり ガッツるご飯食べたいなってなってえ <laughs> ここね、まだ足りんかったマネージャーさんはやっぱあんま食べれてないからそうなん,うなんう写真とか撮ってくれたらいろいろしてくれたねあの谷町の洋食モナミに行ってうんハンバーグとううこと,ないと,いうとえっと私洋食モナミ3回行ったけど大将に が女の子にだけ優しい優しいからなんかもういけへんと。それ言いました。あいうと、うそうですねないです。ごい女の子にだけ超優しい女の子にだけ非常に優しかって。気のせいで気のせい。気のせいやねね。被害妄想やったなんていの。だから今度ねあのナジャさんミツさんとナジャさんにお礼を借れてこっちも全然全然でも本当にご馳走させてください。いや、うん、あまあえば。 気づかんと言っていやいやいやほんまにここやったらもうなんやったらそれ言うたらマスターがごめんなさいっつってめちゃった私らがの冷戦でもごめんなさいほんまンバーグうまいすすいませんハンバーちょっと倍ぐらい乗っきちゃうんじゃないかなそれ得意ジャンルなんで、ハンバー大きくするっていうのはあとこう牛のたたきとあとこう豆腐のサラダ美味しい美味しそうあとちょっと写真撮り忘れたんですけどあとフルーツとかもあの食べましたはい えー、そして昨日ですね1月26日木曜日、うんえー、昨日は、えー、洋食屋の富士屋さんっていう洋食屋さんで、うんえー、マグロのカルパッチョじゃがいものアンチョビ風味、うん、揚げナスのチーズ風味、うんえー ハッキントンのポークチャップホタテとエビのクリームコロッケカレー風味,味えハンバーグステーキ 2>, ー2種のチーズのせ串カツ盛り合わせ的屋、ま、さんかきフライ牛肉ピラフフジヤッキンとンベーコンのオムライス。 これでも8人で2つ会社の社員さんとかマネージャーさんとか単独ライブの打ち上げをやってなくて打ち上げをやりましょうってこの日でってちょうど合わせてたんでこれ8人で2個ずつ頼んでシェアなんでこれを4人で4人で分けた分ですねこれを。 あのお祝い,にていてお祝いですって言って店の方からちょっといただ,んだ、ね、いて、ね、何も言ってなかったのにここかもなみ、ね、ナジャさんとミツさんをちょっとお願したいなと思ってかきフライ美味しそうここにしいいですタルタルソースもまたね絶品なんです、ね、あそう、はい、ホタテとこのエビのクリームコロッケはちょっと三角形なんですよ、ね、ほんまに大好きすぎて私が死んだらこれあの 三角のとここれつけに来てくださいって言ってるぐらいあ,ういで、ね、あそうなもう顔おけに入れて言って顔おけに入れてくださいって言ってるぐ大好きなやつなんで<ー>ぜひでございます以上これオムライスは私ケチャップがええねんなでもこれ中これこの薄皮のスタイルは好きやねんけど、はい、これね下あのたねデミグラス手作りなんですけど、うんうん 中の、あの言ったら、これケチャップライスなんですけどああ、そうなんだからこのデミグラスソースをつけると、そのまま食べてもあなるほどねデミグラスの中、めちゃくちゃ美味しいですあそうデミグラスの美味しいさあ、今日は寺坂さんがやってきたということは体重測定体重測定ですはいじゃな奈さんからな良さんの前回はあそうや前回、私何キロやったもう何キロで去年、去年ですもんね百0 0ぐらいちゃうの 102.8で去年終わっておりますさあ今日の体重はどうなってるでしょうかなりますさあ1 0 2 8キロよりこれ分からへんねどっいす分かい

76点。そうですやっと。みんなめっちゃ服脱ぐやんなんか。いやいやだって大丈夫。ちょっと重たいけど。まあまあでもそうだな。大丈体調子悪かった。いやいやヒールヒール運動効果が。ミチさん私70.5でした。絶対増えてるわ。70.5。あ、え？発表して。69.6。え？こんな来たういやだから授賞式やったからちょっとなんか。いやでも今週めっちゃ食べたけど意識したんちゃうの？ ちちょっっっとももしかして一一日食たかのめゃななほんんまやな今さめちゃ頑張あ最後だって駐車場のとこまでたどり着かへんくって最後なんかもうあのもうダメなボク,ボクサーみたいに <laughs>。

ほんなら痩せた方がいいですね。ねということで次回の誰かの食生活はどうなっているでしょうか。以上ナザの今週何食べたハイパーでした。さあ早ものでもエンディングでございますけれども。はい、さあメール来てます。メッセージいいてます。はい、ラジオでもエロガッパさんからいただいてます。ね、はい高槻氏の方です。うん、えー、皆さんこんばんは。はい。私はこれまでずっと平で。 平で気楽に働いていたのですが、うん、社内事情でこの1月から20代の2人の部下を押し付けられることになりました、うん、私は人に教えることが苦手ですし、うん、何より嫌われたくないので叱ることもできません、うん、皆さんはラジオでは番組の性質上アホな話ばかりされていますが <laughs> 実際はそれぞれの分野で今や重鎮と言ってもいい存在ですので 後輩や若手に対して指導教育をされる機会も多いかと思います。そういう場合注意していることや心がけていることなどありますか？ありますか？ありますか？ありますないく。ないく。何にもない。何にもない。ナイクナイクです。えそんな。 ここれこそ柏木さんにも答えてもらたただ私はもう別に、はいあのー、後輩に何か教えるっていうことはし,しないし注意もしない思うことは一応ある思うことはこうすればいいのにアホやなとか思うことはあっても注意はしません<ー>もう別の人がするから、うん、で逆に言うと3つの方がそういうのをするタイプあでも,もう任してる 大阪でもそのもっと注意する先輩がおったりするからその人が注意すればいいかなと思ってうん、うん、私は全然その注意はしないしナジャさんにめっちゃ聞いてくる子がおったとしたらそれには答えてあげる感じですかこういうステージがこうあってあったりとか。ああいや例えばそう,う、ね、こうどういう見せ方がいいですかとかって、はい、そういうアドバイスはするかな聞かれたらでもそうじゃなくて態度とかであるやんか、はい 言葉遣いとか、はい、そういうの直したらええのにとかって思う向こうが気づいてなかった、はい、そ,うしそんなあかんでっていうそ挨拶あかんでとかとかそういうまあまあまあマナー的なこととか、うんはい、人との接し方みたいなのを間違えてたりちょっとなんか偉そうになってる見えたりするっていうのとかは思うけど言わない。もう別に 言うてなんかそんな子は言うても多分ずっとそんな子やろうなって思ってまうのよ、うん、だから注意しないですいいんだゃいだからその背中を見て育方もあるやんか、うんうん、なんかでも教えたり怒ったりって怒るってもうないですもんねもう今怒るってなくないですか叱ったりって私はもともと怒ることがないからあれやけどう,うん 自分自身があんまり礼儀正しく作法とかはできてない方やからあんま後輩には言ったことないよ確かにでも言うてくれる先輩ってありがたいなと思いますが初めはちょっとうわうるさって思ってもってましたけど今となったらそうやねやっぱどうでもよかったら多分注意してきはれへんやろなって石原さん結構だから言うタイプやから優しいですあっなこれぞという後輩にはねあんま知らん子にはだから怖いですやん 知らんんどな効だからもうパワハラみたいになるからギリのとこやもんなそこら辺って。ほんまに何か損したあかんなって思ったら怒らないですよ。っと怒るんじゃなくて何かこうした親父をサトスっていう私もそうやってみたいな私やってたけどそれめっちゃ失敗すんで私もうえらい目におうたからみたいな感じで。 でもベテランに言われてたのはやっぱりこの年になって振り返るとあ間違ってなかったなとは思うかなでもその言われた時はやっぱり「何このババとか思ったからそうなんですよその時はちょっとジラねやっぱあのそうもう今嫌われて年取ってから「すごかったなあの人」って思われるのか今嫌われず円満に行くのかどっち選ぶかじゃないでもももこれがうう向いいてなと思たらね 無理せんから<れ>もう全部まともに生きてれば背中見て育ってくれるでしょうよ。うんうん、私もでも,もうここ何年も誰にも何も言ったことない何かめっちゃ難しい時代らしいですもんね。そうでも何も言えへんも別にそんな落ちていく子はどんどん落ちていったらええしって思ってもうね言うても治れへんし、うん、で,できる子は何か最初からできてるやん大体ほんねもそん,でそんな着せへん。 今の子ってそうなんですよ。ちゃんとできてます,すよ。できてるかできてんねんって。はい、できひん子はもうできひんね言うても、うん、頑固。<laughs> できてると思ってるから。うん、これ年関係なくね。なんか別に歳とかできひんとかじゃなくて、若い若い子の方がしっかりしてる子が多い、うん。爽やかになちゃんと。そうですね。やうん、爽やかいし。 ハッピーちゃんとかも爽快でいや、そうやねもうすごい元気なねしし高校生がおるんですけどもハッピちゃんハッピーちゃん名前がええやん、ハッピーちゃんってかえらしいんですよあ、ナジさん多分ねハッピーちゃんの芸風めっちゃ好きですわ、うん、あ、そう、はい さあこちらいただいてますもう1ついいてます、はい、ラジオネームポテちゃんさんからいただいてます広島県福山市の方です、うん、あ私は至急引っ越しをしないといけないのですが、うん、昨日物件を見に行き部屋に入った瞬間うわー住みたいと思ったのですが値段もなかなかするし今のところより狭いのでまだ一軒目だしもっといいとこあるかもって決断がつきません、うん、ナジャさんとチキチキさん私にはもう一声何か私にもう一声何か背中を押してください失敗したらお三方のせいにしますお三方はどんな基準でお家選びをされていますか。 これは石原さんとなんでさ、結構いろいろ,ろ。何もないところで、ちょっと狭いと思ったら、もうそれはめちゃくちゃ狭いとこですよね。もう、でも、狭いけど、第一印象でビビッと来たってことやる、住みたいと思って。んや、はい、うわ、住みたいと思った。でも、ちょっと狭いと思ってるってこと。でも、今のところより狭いので。ほら。うん、まだ一軒しか見てないねんだけど、でも、狭い,い、後々考えたら狭いけど。今のところ。狭く感じるってことは、もうだいぶ狭い。でも、うわ、住みたい。 いや前んと,とこ狭いとは言ってはれへんでうどうなんやろうなでももうちょっと見た方がええんちゃうそんなバン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 何回も引っ越しする感じでもないねやったらしばらくそこに住むってなるともうちょっと見た方がええと思うんで、うん、もっとビビッと来るのがあるような気もするしねもう回だけ見てみるとかねうんあと3件ぐらいだからあ<ー>で引っ越しとしていくのやったらやっぱ狭くなるよりちょっとでも広くしていく方がなんか良さそうな気もするけど、ね、うん まあでもほんまあと3件ぐらい見てみてそれでもうわここがやっぱ一番やと思ったらね。かやっぱりいっぱい選べるチョイスセレクションは多い方がいいって。だそうです。す何を一番基準にします部屋選ぶ時私。私は今のとこはほんまでもほんまに火がなくってばばバーバ,ーバ,ーバーっと選んで3見たかな3件見た中で一番開放感があるとこ選んだ。あもう逆に広さ重視 と窓が南から全部窓やねん。これそれがすごい気に入って、ここにしいよって決めた。これ後悔一切なし。今んとこはね。何だろね。この方もポテちゃんさんも。あと二件、あと二三件。二三件見て、それでも最初の。そうだね。それがいいと思いますよ。はい。そうです。はい。先生ありがとうございます。もうあまり時間なかった。 さあということで反省室のお知らせでございます。今日の放送は本日中をめどに YouTube チャンネルナジャグランディーバの「レッツゴーチャンネル」で歌声喫茶以外はほぼノーカットで配信します。さあそして大事なお知らせです。今日の反省室は生配信でお送りします。えー、しかもチキチキジョニーの2人がね授賞式できた服を披露してくれるかもしれない。ああはいま、分かりませんけどね。 かもしれませんのでぜひ皆さん期待してください他にもなんやかんや更新していきますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますさあそれでは本日も聞いてくださってありがとうございましたまたねご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いします